方下、真の大宗本体寺の長男。母は、次日裏ならし、武勇に優れ、聖戦で、たびたび武功を挙げた。本体寺が、大臣皇帝に即位した、ストク元年、祝神の王に封じられる。本体寺の死後、皇位継承の有力候補であったが、同じく有力候補だった叔父のドルゴンを推す勢力と、対立した。清が分裂することを避けるため、方下、 ドルゴン双方とも行為につかず、方下の異母帝である六歳の夫婦が即位した。明王朝滅亡後、四川将を支配下に置いた流族の首領、長賢中は、新軍の圧迫を受けて、生徒を捨て、順次3年10月20日に塩帝権法王さんで、方下の軍に射殺された。順次帝の時代に、摂政王として、権勢を振るったドルゴンは、性敵。 方家を出脚させるため布告を利用して、方家の借位を剥奪、有勤した。順次5年、方家は、獄中で死去した。順次帝は、ドルゴンの死後、方家の冤罪を晴らし名誉を回復させ、方家の息子、フシェオに、真の王位を継がせ、一方で、ドルゴンの借位を剥奪した。方家には、部の送り名が送られ、祝部信王と称される。ありがとうございます。